本日ご紹介させていただきますのは、SH モンスターアーツゴジラ VS コングメカゴジラの方をご紹介したいと思います。さっきまでちょっと開封動画を撮っていたんですが、あのー、履歴の方は消えてしまいまして、もう開封した状態からご紹介したいと思います。えー、こちらがメカゴジラになっています。これもう取り出した模様からでしかちょっと、え、画像が残ってないんですけど、すごいあの、大きくて迫力があります。 で、すごくね、関節自体は硬いです。このあたりとか。すごくね、硬いですね。で、もっとね、あのー、口とかも開くのかなと思ったんですが、なかなか、こう、開くのもそんなに開きづらいですね。こんな感じですね。で、足の方も、もっと、 ガシガシ動くのかなって思うと、そんなに動かないですね。股関節の方はやっぱり、こう、固定されてるって感じがしますね。でも、大きくてすごく迫力のある、あのー、フィギュアとなっています。で、ここのハッチの方が開くのと、ここが開くのと、肩のところがこう開くのと、 肩のとこがこう開くんですよね。こんな感じで。閉じて、開くみたいな感じですね。で、えー、ここの胸の方、ここがね、結構硬いんですよね。ここすっごい硬いです。開くのが。 下は開きましたけど、あ、上も開きましたね。こんな感じで、胸のところが開きます。でもすごい大きいですね、これ。これがもうハッチ開いた状態ですね。胸のところのハッチと肩のところ。なんかね、こことか角とか出んのかなと思ったら出ないですね。で、後ろの背びれの方は、 このような形になっています。こんな感じですね。すごくね、大きくて迫力があります。で、手の方。こんな感じで。ほんとね、関節の節々が硬いって感じがしますね。で、大きさ比較なんですが、ゴジラがこんな感じですね。 ゴジラの大きさがこんな感じです。メカゴジラがこんな感じですね。かなりね、メカゴジラ、でかいです。で、コングの方と、並わせてみると、コングの方がやっぱり、ちっちゃいですね。こんな感じですね。やっぱりメカゴジラすっごいでかいですね。 コングやはりちっちゃいです。子供と大人みたいな感じですね。まあこれに、この大きさに立ち向かっていくコングはかっこいいなと思いますね。こんな感じです。本当大人と子供みたいな感じです。 手の方をちょっと付け替えてみました。こんな感じですね。こっちのモードが開いているモードか、どっちが自分好みかというと、やっぱこっちの方が好みなので、こっちのモデルの方で自分は飾っていきたいと思います。ほんとね、関節の節々がすごく硬くなっているので、ほんとね、 その辺が気になりますね。で、尻尾は思ったよりもすごく滑らかに動きます。これすごく滑らかに動いて結構いいかなと自分は思いますね。で、ここの胸のハッチ。ここの部分。これがね、すごく硬いので、すごく開けるのが大変ですね。でも自分のは結構もう一回開けてしまったら、それでも硬いか。ここはすごく硬くなっているので、 開けるのが苦労ですね。下から順番に開け、あ、これ下から順番に開ける方が開けやすくなっているので、下から順番にこれ開けていく方がいいですね。こっから順番に。そうしたら開きやすいですね。だから下から順番にここ開けるといいです。で、この自分のメカゴジラ、本当はアメリカバージョンって、あの、買う予定なかったんですが、リリープレイヤー版の メカゴジラもいつかは出るかなと思っているので、それを期待して、えー、ちょっとレディープレイヤー1のブラックメカゴジラが出た時に一緒に並べたいなと思って、えー、今回購入しました。で、携帯変えてからちょっと、あのー、ほんと撮影していて途中で消えたりとか止まったりとかするので、ほんとね、開封動画ってもう一発勝負なので、 まあこんな感じでもう今回開けた感じから始まって本当その開封の楽しみとか本当見せたかったんですがちょっとそれができなくて本当残念だなと自分は今回思っています本日ご紹介させていただきましたのはゴジラ VS コングのメカゴジラの方をご紹介させていただきました自分的には満足,で満足度は6かな